ロンドンにある本部チャンネル4テレビジョンコーポレーションはイギリスの公共テレビ局以下チャンネル4と表記する若者やマイノリティ、知識層などを視聴対象とする番組編成で知られる。1982年11月2日、BBC の BBC1BBC2ITV に,に次ぐ第4のチャンネルとして開局。コマーシャルの広告収入で成り立つため、 商業放送と誤解されることがある。開局にあたり、イギリス政府側は新規の公共放送を目指し、ITV やその関係者は、BBC2 にチャンネルあるのだから、と、ITV2 のような ITV と互換性のあるチャンネルを希望した。最終的に、公共放送の性格はそのままに、チャンネル4を ITV を管理するリバの下に置き、 広告などの営業は ITV が一括して行い、分配する形態となった。1990年になると放送法が改正され、1993年からチャンネル4を新たに設けた非営利法人の管轄化とし、広告収入はテレビ全体の14%を取り分とするという条件付きで営業活動を行うことが認められた。 14%のルールは、チャンネル4の広告収入が伸び悩むことを予想しての措置だったが、初年から14%を超えて、超過分は ITV に支払うルールであったため、14%ルールは、間もなく、廃止となった。2012年、ロンドンパラリンピックのイギリス国内での放送を引き受けるホスト放送局になり、以後パラリンピック大会のイギリス国内における、 放送権を保持している。基本としてチャンネル4は番組制作を行わない。放送法では実験的な番組作りをするように求められている。例えばチャンネル4ニュースは1トンが制作しニュース分析を主としている。他に ITV から移った学校放送やアメリカからの番組購入などを放送している。ありがとうございます。